大手に入るってのは難しいんですよ。大手企業なんだけれども、たくさん人を取る会社ってのはあるんです。しかも文系からでも。人間扱いされないみたいな会社も当然あったりするわけなので、大手のホワイト企業には内定できると思いますので。こんにちは、就活コンサルタントの竹内です。今回ですね、学歴がないけどとりあえず大手とかね、就活の軸は大手ですみたいな、そういった方の人のために、何としてでも大手に入るという際に、ここが意外と穴場だよという話をちょっとしたいというふうに思います。学歴もないし、ネタもないみたいな人がね、大手に入るってのは難しいんですよ。難しいがゆえに、基本的には1年生とか2年生のうちにインターンとか含めて戦略を立ててやっていく必要が本来はあるわけですね。なんですけれども、それさえやってこなかった。でもとりあえず就活では大手入りたいみたいな人のニーズを叶えられる仕事が実はいくつかあります。今回それについてお話ししたいというふうに思います。具体的にどういうことかっていうとね、大手企業なんだけれども、たくさん人を取る会社ってのはあるんです。しかも文系からでも、これは結構あるんですね。これなんでたくさん取るかって言ったら、理由は2つあります。1つは営業の人員がたくさん必要だからですってことですね。だから営業をたくさん取って営業やってねみたいな話ですね。もう1つは単純に人員が足りてないからっていう、この2つの理由ですね。この理由から大手だけど人をたくさん取る会社ってのはやっぱあります。具体的には今回3つ紹介したいと思います。1つ目はハウスメーカーですね。新卒でね、入りたいランキングとかの上位にも入ってたりしますけど、ダイオハウスさんですとか積水ハウスさんとか、そういうのありますよね。そういった会社さんっていうのは基本的に自分たちで住宅を作る、住宅の設計をして、ゼネコンとか、サブコンとかね、作ってもらうわけですけども、その際に必ず営業しないといけない。で、 B2C の人に対して営業しないといけないから、大量のお客さんに対してそれぞれ営業するっていうので、たくさん営業マンが必要だよねっていう風になるわけです。なのでハウスメーカーたくさん人取りますからいいと思います。積水ハウスさんとかありますけど、オープンハウスさんとかね、そういうところもありますよね。なので普通に大手入れるんじゃないって思いますけど、ただ営業でたくさん取るってことは、逆に言うと入ってからすごいふるいにかけられるということでもあります。営業で数字取れないとですね、人間扱いされないみたいな会社も当然あったりするわけなので、入るのはいいけど営業得意な人が入った方がいいんじゃないというふうに思える会社でもあると僕は思いますので、そのあたりは注意して入ってみるといいかなというふうに思います。これ一つ目です。二つ目は銀行とか生命保険っていうようなところです。金融系ですね。いわゆるリテールと呼ばれるところで、消費者相手に金融商品売ったり保険売ったりするしないといけないんで、消費者っていっぱいいますから、それを一件一件捌かないといけないから、たくさん営業マンが必要ということでたくさん取るわけですね。で、最近は確かにネットでね、保険が出てきたりとかいうので、徐々に営業が必要なく若干なってきてるとはいえ、やっぱ保険の商品とか銀行の商品って難しいから、わけわかんないわけじゃないですか。しかも見えないしっていうのがあるから、窓口とか含めた対面販売もしばらくはある程度必要ということで、それなりに残ると思います。大手に行きたいみたいな話だったら、ここはいいんじゃないかなと思います。ただこれも同じですね、中でのですね、営業の数字の競争とかそういったものは当然あると思いますから、やっぱ営業できないときついよということは、ぜひ覚えておいていただきたいなというふうに思うわけですね。銀行とか損保とかですね、最近人減らしが進んでるよみたいな話あるんですけど、その人減らしが進んでる最たる例が、窓口での対面事務とか、事務系の部分がすごく減ってるんですね。そういう風な人たちは暇になると。暇になるとどこに行くかっていうと、損保なんか最近そうですけど、介護の方に飛ばすみたいなことをやってたりするんで、営業で入る分にはいいかなと思いますけど、事務とかでそういった銀行とか入ると、パートが大変かもしれないってことは、ちょっと覚えておくといいかなと思います。3つ目、SIR ですね。文系からでも文系 SE という形でたくさん取ったりします。これはなんでかということなんですけど、単純に仕事がいっぱいあるからというのもありますね。っていうのが一つですし、SE としてこう、プログラミングを含めてやるわけですけど、ある程度できるようになると転職してどっか行っちゃうっていうのもあったりします。そういった理由でですね、工場的に人が足りないみたいなところがありますから、 SE は入りやすいんじゃないかなというふうに思います。ただね、この業界に行くとき大変なのは、差別化が難しいという点から、価格競争になりやすいという点は、ちょっと注意しないといけないですね。そういった点においては、大手とかのブランドがあったりすると、価格を高くして見積もりを取ったりとか、そういうふうにできるケースもありますから、そういう意味でいいかなと思います。今回ですね、大量採用している大手を受ければ意外と大手企業はいけるよという話はさせていただきました。本音をね、言うのであれば、入った後営業はすごい頑張ってソルジャーみたいなやるとかではなくて、福利厚生がちゃんと良くてきちんと安定して土日休みでね、それなりに給料がもらえるホワイト企業はいいっていうのが多分本音の人も多いと思います。そういう人の場合は正直一人でやってても多分難しいと思いますので、うちのスクール来てもらえれば一緒にねやっていけば、結構の確率で大手のホワイト企業には内定できると思いますので、ぜひ検討してみるといいかなというふうに思います。はい、というわけでこのチャンネルでは週に何本か就職活動の役に立つノウハウを配信しております。ぜひチャンネル登録お願いいたします。では今日は以上です。ありがとうございました。労働時間が長すぎる、残業代が支払われない、働き方改革が進んでいる昨今ですが、世の中には職場環境があまりにひどいブラック企業が未だに数多く存在します。もしブラック企業に入社してしまうと、あなたの人生はめちゃくちゃにされてしまいます。しかし巷の就職エージェントや就活塾は、企業からマージンを得るためにブラック企業に無垢な学生を斡旋しています。彼らのせいで知らず知らずのうちにブラック企業に入社してしまうケースが後を絶ちません。この悲惨な状況を変えるべく立ち上がったのが、ホワイト企業入社に特化した完全個別指導型の就活スクール、
ホワイトアカデミーです。ホワイトアカデミーは強力なサポーターがあなたの就活をマンツーマンで徹底的に支援します。週1回1時間以上の指導を受けていく中で就職活動に必要な対策が完璧に整います。講師はいつでも親身にあなたの相談に乗りますので、あなたが納得のいく企業から内定を取るまでサポートが続きます。さらにホワイト企業のリストをなんと1万2000社分所有しています。このリストを用いたホワイト企業の分析、ロジカルシンキング力の養成、理想の人生を歩むためのキャリアビジョン設計、これらを通じてあなたは最高のファーストキャリアをスタートさせることができます。宿題や授業をオンラインでこなすことができるシステムもありますので、もしあなたが地方や海外に住んでいたとしても大丈夫です。ホワイトアカデミーのサポートを受ければあなたはホワイト企業から確実に内定を手に入れられます。万が一一社もホワイト企業に内定できなかったときは、授業料を全額返金いたします。業界ナンバーワンを5つ達成したホワイトアカデミーにぜひご相談ください。無料相談はお一人ずつ丁寧に対応させていただくため、毎月20名しかお受け入れできません。少しでも興味があればお早めに無料相談会へお越しください。ファーストキャリアはあなたの一生を大きく左右します。ホワイトな大企業に入社できるのは新卒の時だけですので、ホワイトアカデミーで一緒にホワイト企業の内定を手に入れましょう。